そうか、村山派、吉田派の間に安藤さんが入ってきたんだ、慶応は。これ慶応がね、もう一つ似合わないんだけど、阪神に。どっちかというと土着の人が多い。で、一人だけ慶応からお坊ちゃんが入ってきたわけだよ。で、この三つどもえになったよな、そうそうそう、空気的にな。慶応もろいな、阪神は。慶応とその後、早稲田がちょっと入ってきたしね。ほんで、そこへ、阿豊勢が入ってきた。阿豊勢が。阿豊勢がそこへ間に入ってきてな。でも、後藤熊さんおったよね。ほんで、あ、熊さんもどこいる。熊さんはでも、派閥作りゃいいじゃない。毎日パチンコとバージョンしてりゃいいからな。いや、阪神おもろかったな、外。そうやね。ほんで、そこへまた江夏が絡むやろ。まあ、豊沢ね。で、それ見てたやろ、ね。もちろん見てる。もちろん見てる。そうよ、俺、外から見てね、阪神っておもろかったよ。でも、まあ、言ったら江夏はね、村山さんのことめちゃくちゃ、あれしてて、ね。ああ、尊敬してた、やっぱり。尊敬しとったね。あいつはああいう男気あるからね。そうそう。そういうところは。ただ、よっさんと合わんさ。まあ、そら辺は知らんね。タイプが。本音は知らん。知らん。知らん、知らん。俺が知ってんのに、なんでしょ。ああ、そういうこと。俺は情報。いや、だけど、いや、だから、それで言ったかというと、ね。ああいう中で阪神は阪神で一つのな、そういう話題があって、関西でやっぱりまあ人気があったのもあるけど、それはね、面白かった。面白かった、うん、でそこで、うん、まあ俺の話はあるけど、今度は俺が俺で何回にまあなんだかんだで入ってきてやってるうちに野村に呼ばれて、お前来年から阪神行けと言われたところから始まるわけ、その時に、なんて言われたら、よっさんが、えなつはまあ扱えんと、ね、もううちでは。だからこれを出さないからね、それ扱えるのは、ノムさんあんたしかないんやと。言われて、お前行ってこいと。言ったのが俺が阪神に行く、なるほど、あの流れなんだ。で、俺もその頃ね、いや、こら偉いとこ行くなと、一つはな、偉いとこへ。ほら、まあ、あんなもめまくって、そう思って行ったけど、全然なかったもん。そう俺が入っても、いや、だから中では、外から見るほど中では何もなかった。みんな仲良かったよ、みんな。同じ、半もクソもないじゃん。だから上の連中だけの問題であって、でマスコミがやっぱりそれでもなんか続きたかったよね、こうなんか、なんとなく分かるするんだけど、中身は全然普通やな。仲良かった。仲良いね。あれ仲いいからあれ最下位なんだ。それ。ほんでね、まあみんながあんまり知らん話を今日はちょっとしようと思うんだけどね。俺が入った時、阪神は秋やったキャンプ。秋ね。ほんで今じゃ考えられんけど、まあ覚えてるかどうか知らんけど、最初の部屋が三人部屋だった。三人部屋の一人が。どういうことでしょう。ジロや。どういうこと。ほんでもう一人が島野さん、ね、俺と島野さんと二郎が3人奥部屋だった奥の、ガラス戸1枚の木枯らし吹きすさぶ、風が吹いたらガラス戸がガーッて鳴るような部屋に3人いたんやな。全館がガタガタだった。全館ガタガタ。その部屋だけ違うんやね。そこがね、俺の阪神の、スタートなんや。ここまで居心地悪かった。居心地、いやいや悪ないよ。悪ないよ。俺は芸人に扱っとったで。そっから俺が何を言いたいか分かるやろ。ヤングと言うなよ。いやこれがね、傑作の話があってね。ほんで、なんでかさ、上田二郎が字なんだよ、俺が。ほんで、みんなね、冬は結構字になる人多かったよな。たぶん寒さだったよ。そうそう。ほいで、まあ、聞いた聞いた。ある時、なんか上田二郎がさ、動けなくなって、こうやって部屋で寝てたわけよ。それで、血が痛いわけだよ。その血もね、イモジなんだよな。出てるやつ。で、あれ寒くなると出るんですよ。なぜか。真っ赤になる。ほんで、なんか俺に、ぼくさっていうか、お灸をしてくれって言うの。ほんで、俺は。上田二郎のパンツを下ろして、それで、ケツの穴のところに出てるイモジを、ね、あれ、和紙がなんかやな。そうそう。和紙を引いて、ほんで、その上に線香を置くかな。
ほんで、モグサ。ほんで、モグサを置いて、ほんで、線香に火をつけて、俺がこう、ケツのさ、あの、イボジの上に線香をつけて。それを言いたいたびに今日これ言ってる。そうですよ。これが今日のメインのそれや。上田二郎っていうから、お前、二郎の二郎かなと思ったから。それで、そしたら、その話はそこまでやる。そこからがおもろいよ。そこへ俺がずーっとやっ、モグサやってる、田淵が入ってきた、田淵さんが。ケツ叩いたよ、俺のケツを。ケツ叩いたんちゃう。叩いたらあれけど、つまんだよな。そうだったから、俺は。つまんでね。俺は下向いてるから分からない。つまんでね、ギャーって飛び上がったの。ほんで、俺も、田淵さんってね、そういうこと平気でするよな。うん、まあ、かわいそうにな。かわいそうに。俺やからかわいそうに思うわ。お前、めちゃくちゃ腫れてんだもん。動けないんだから。飛び上がってさ、動けないな。俺もうキャンプの思い出はね、最高の思い出やっぱり。そら、お前たちにする思い出あるやるけど、俺にしたらとんでもない。いやーもうね、うなってんだ、痛くて。でも、あれもう地は治った？いやいや、もう問題、まだない。もうない。あの頃なんでやろ？あれね、俺ね、その何年か前にね、めちゃくちゃ冷やしとったんや。冷えた。冷えてね。冷えがあった。冷えてね、そっからね、大学時代になった。うん、説教、昔投げ水説教ってやった。もう腰痛めたりな、雪の上で、屋上で雪の上で水出させられたりな、やっとって、うん、それでその後トイレ行って、うん、まあ汚い話申し訳ないけど、うん、血便がバーン出て切れてね、そっから。そういや、うん、あの俺も長いことしちゃったわ。まあ、最近まで。まあでも俺思ったのは、あの時にエモが来てくれて、やっとるかってやってもらって、ここまでは良かったわよ、うん、やっぱりな、もちろん認めやなと、内心を内心思っとったやね、うん、サルキだったかな、うん、サルキ、トレーナーが、うん、サルキだった、お前サルキやってくれればええのになと思いながら、うん、でもあんた俺が2人しかいねえからな、あの頃あんたやってくれた、もつみきもんやと思えなと、ほんまもう涙も出そうな感じで、こう胸いっぱいだったんや。ところがやな、ブイってやれやと思うんやからやな。ダメだって、何やってんだよって、ぐわーっとつばせ飛び上げあの人はほんまに。まあまあ、なあ、さあ、でもああいうことがあったからよかったかな。まあ、キャンプはそうあって、うん、俺はだから、あの意外と阪神やりやすかった。うん、仲間意識があったよ。みんなで、同期もおったし、田淵さんもいたし、うん、ね、ほんで、島ちゃんと俺、そうそう、2人阪神入ったの。ほいで、あのクソ寒い、あの2月のな、もう風がビュー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 、ガラス1枚だから、外と。まあ、でも、あの頃は、あれ、宿舎でもあんなもんちゃう？3人目やったら違法やったな。うん、他のところは知らんけど。今考えられへん。だから、阪神、俺なんかもやれたのはね、やっぱ入った時の居心地が、うん、あの悪くなかった。うん、あ、というね。うん、いやいや、あの、阪神、ね、入った時な。うん、だからそれが良かったよ。